こんだけで、これ別に電流つけます。食べたらいいんでしょうね。すごいな。よいしょ。小皿に取り分けて。いただきます。結構ね、多いので、もし食べきれないっていう人は、こういうね、容器もらえますので、ここにこういう感じで土産をね、入れて持ち帰ることもできますので、無駄なくね、全部食べてみてください。あー、おいしい。私はまだちょっと食べれるので、もうちょっと食べようかなと思います。ごちそうさまでした。自分でね、全部食べれるかなと思って頑張ったんですけど、ちょっと多かったので、スタッフのね、あと2人でシェアして食べさせていただきました。ありがとうございます。札幌はね、キャベツが有名な場所なので、こういうキャベツ天丼っていうのが生きてるみたいです。なんとね、ついてるキムチもキャベツでした。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。